芸でパワーがありそうだったから西村さんにプレゼントしようと思って持ってきたのに。そんな、いいよ別に私になんて。え、でもオリハルコンだよ。120円だったけど。高田くん、お、笠原さん、もしかしてこれを探しているの？ああ、それだよ笠原さん、見つけてくれてありがとう。返すとは言ってないわ。え、この指輪は私が拾ったんだから、もう私のものよ。そんな、西村さんにあげようと思ったのに。私は本当にいいから、だいたい西村さんにこんな指輪が似合うわけないじゃない、死神なのに。確かに、おもちゃの指輪じゃグレードが低くて西村さんには似合わないかも。違うわ高田くん、あなたはいつも違う。お、西村さんに似合わないって話だよね。そうよ、西村さんに似合わないって話よ。おもちゃの指輪が？おもちゃの指輪が、つまり西村さんにはちゃんとした指輪を渡せと。なんでじゃあ。でもごめんね西村さん。他にも指輪持ってたんだ。今はまだ子供だからおもちゃの指輪しか用意できなくて。そんな。ちなみにそれはダークマターの指輪だよ。闇魔法吸収だからオリハルコンよりかは西村さんに似合うと思う。ありがとう笠原さんたちも、アドバイスありがとう。いや、してないし。今はまだ子供だからおもちゃの指輪しか用意できなくて。おもちゃでも十分嬉しいんだけど、宝物ができちゃった。